米よりマグロの方が多い鉄火巻き。今日誕生日の島手と橋田です。寺田町にあるマグロトイヤってお店やねんけど、ここの鉄火巻きのマグロの量が凄まじい。天然やから味は間違いないし、口に入れてから飲み込むまでずっとマグロを堪能できる。本マグロの中落ちもこのたっぷりの量で390円っていうのをバグってるやろ。マグロ好きは無条件で笑顔なる素晴らしいお店で、この赤だしもなぜか頼んだらタダでもらえるというコスパとかの次元じゃないサービスで、サーモンサラダ巻きやうなきゅうと全部美味しくて、人もまだそんなたくさん並んでない穴場やからぜひ行ってみて。